はい、第 20SS 武装敵団兵師団解説ハッチマールよ。ネタバレすると今回も師団は出てきません。タイトル詐欺です。はい、では前回の続きから。さて、編成された SS 義勇装甲敵団兵大隊ナルバの戦闘序列は以下のようになる。大隊には3つの中隊が含まれ、それぞれの中隊に3つの小隊が含まれる。また4つ目の10部門中隊は露格したソ連の 76.2mm 対戦車砲3門、5cm パック38 3門、8cm 迫撃砲8門、7.5cm 歩兵砲6門、4連装 2cm 対空砲2門を装備。ただし機関の着任時期からして第2、3中隊は43年8月、第4中隊は12月に編成されたと考えられる。10部門の装備はナルバ大隊編成時に配備されて入ったようだが、4月4日、大隊は SS 装甲敵団兵師団ブイキングに自動車大隊として割り当てられる。これは契約を終了し帰国したフィンランド義勇兵大隊の代わりであった。一応独立大隊として配備されたが、SS 装甲敵団兵連隊ノルトラントの指揮下ではあった。大隊は4月7日にハリコフ南100キロのロゾバヤに到着、近隣の村落に展開し戦闘訓練を行う。演習の結果、師団長ヘルベルトギレにこれほどの兵士は見たことがない、と評される。大隊は7月まで追加の訓練を行ったが、同月にドイツが反攻作戦、キタデレ、を発動、しかし発動から1週間で攻撃が頓挫、そしてソ連側が反攻作戦を開始した。だがこの動き、特に第1装甲軍が位置するドネツ盆地に対する攻撃はマンシュタイン元帥が5月には予測しており、7月12日に偵察により当該地域でのソ連軍が強化されていることが判明し、攻撃が確実となる。翌日にはキタデレ作戦が中止、ドイツ側は攻勢に備える。14日には大隊が所属する第24装甲軍団がヒトラーの命令により第1装甲軍後方に配置される。7月1、7日、ドイツの第1装甲軍と第6軍の2個軍に対しソ連は2個戦線、人員47万4220名、戦車1864両で攻撃を仕掛ける。第1装甲軍に対する攻撃だけでも兵員20万装甲車両1100両が動員される。第17装甲師団と大隊が所属する V キング師団は攻撃後すぐさま反撃に投入されるが、大隊が初陣を迎えるのは19日、ここで彼らはその像をソ連軍へぶつける。前日にイジューム南西14ケム地点のアンドリーウカに到着した大隊は防衛設備を構築し、攻撃に備える。第1中隊が右翼、第2が中央、第3が左翼を守備、ただし直前に150名が休暇に入ったため大隊の戦闘力は低下している。19日午前10時、ソ連軍戦車22両が随伴歩兵なしで陣地へ突入。その多くが戦車と対戦車砲によって撃破され、大隊長も自ら敵戦車に飛び乗り、吸着地雷で1両を撃破。生き残った3両が逃亡を図るが2両が吸着地雷で撃破される。続いて歩兵を伴った戦車隊が再度攻撃するが、消火器により歩兵と戦車が分離され、陣地に到達した戦車はまたもや対戦車砲と吸着地雷によって撃破される。その後も攻撃が幾度も行われたが、事前に構築された防衛線とキルゾーンにより撃退される。翌日、ソ連軍の攻撃が再度行われ、前日の戦闘により対戦車砲の位置が露呈したため戦車はそれを迂回するよう接近。接近した戦車は吸着地雷により撃破されるも第2中隊は前日の戦闘により半数が戦線を離脱。弾薬も欠乏し状況は危機的であったが大隊長が空軍に支援を要請、到着したスツーカがソ連軍を吹っ飛ばし攻撃は止まった。21日午前3時、大隊長エーベルハルトがオートバイ11両を率い重要な高地を占領。午前9時、砲撃の後ソ連軍が再度攻撃を開始、消耗した第2中隊は第1中隊と交代したが中隊長のジャーン・ラウスー隊は戦闘開始直後に戦死。戦車と歩兵の共同攻撃を撃退できず、ソ連軍は塹壕まで到達し白兵戦が始まる。12時30分、敵はとうとう第1中隊の陣地の奥深くまで侵入、中隊はすでに士官と下士官のほとんどを失い、これを受け大隊長エーベルハルトは自ら少数の予備兵員を集結させ反撃に打って出る。反撃は成功し敵を押し返したが、その最中、彼は負傷兵の一人を前線から運び出そうとしたところ砲弾が近くで炸裂、戦死した。副官であるシュミット中尉が臨時で指揮を引き継ぎ、残敵を掃討。ソ連軍は残存戦車6両を中心に再度攻撃を行おうとしたがドイツ空軍が到着。2波にわたる爆撃が実施され、ついにソ連軍は攻撃を諦めた。こうして大隊の初陣は終わった、78名が戦死し、
326名が負傷したが陣地を最後まで維持し、3日にわたる攻撃をしのぎ切った。功績により隊員に2級鉄十字章35個、1級鉄十字章4個が授けられ、エーベルハルト少佐は死後に騎士鉄十字章を贈られた。ここからは余談ではあるが、22日午前2時に大隊はドイツ軍部隊と陣地を交代したが、敵兵約2万、戦車113両の攻撃により大隊は陣地を維持できず撤退したと考えられていたが、大隊がなおも陣地に立っていたのを見てドイツ側は驚愕。後に南方軍集団が戦果を確認したところ、戦場には遺棄したい9000以上、戦車113両が残されていたという。はい、うさんくさいので南方軍集団の戦争日誌を確認しましょうね。ナイス。はい、南方軍集団も第24装甲軍団も第 5SS 装甲敵団兵士団も該当部分の戦争日誌がないです。第1装甲軍には記述があるが大体レベルの記述があるわけないんだよな。とりあえずツイッターに写真投げとくので真実は君の目で確かめてくれ。ソ連軍の損害は多く見積もっても全体で南西戦線が報告した死者負傷者64,390人、戦車363両。そしてエーベルハルト中尉の騎士鉄十字章受章理由に大隊が撃破した戦車は34両と記述されているので実際の戦果はその程度であろう。ともあれ、第一装甲軍の奮闘によりソ連軍は7月に7日に攻撃を中止、ドイツ側は勝利した。ソ連軍は甚大な被害を出したがそれに見合った戦果を得られなかった。しかしドイツ側の予備兵力をクルスクでなくハリコフ方面に引きつけることに成功する。だが8月3日、ソ連側がルミャンツェフ作戦を発動、ハリコフ奪還を目指すべく兵員114万4千、装甲車両約2800両の大軍が南方軍集団に押し寄せる。わずか数日でドイツ防衛線は食い破られ、7日にはケンプフ軍主体と第4装甲軍の間に開けられた突破口は約50キロまで広がっていた。ブイキング師団は11日にハリコフ近郊に移動し防衛線に従事。大隊はハドニツァ近郊にてソ連軍を迎え撃った。8日間にわたる戦闘の後、大隊長ベルンハルト、グラフホルスト中佐と第4中隊中隊長のラルフ、イスカー中尉が戦死、人員も157名まで低下した。一方で1級2級鉄十字章合わせて45個が授与される。22日夜にドイツ軍はハリコフを放棄し撤退、師団もドニエプル側まで撤退、9月27日にはチェルカッシーまで到達した。10月に師団は装甲敵団兵師団から装甲師団に改編され、11月にはソ連軍がドニエプル側を溶かした。12月、大隊に500名の増援が派遣され、うち80名は師団内の他部隊に送られ、残存人員から2個中隊が編成され、そのうち1つは第4中隊として新設される。もちろんこの中隊は前述した10部門とは別であり、中隊長にはオスカー、ルート中尉が着任した。44年1月15日、大隊はエルドーニの森近郊で戦い、第2中隊中隊長ウーゴ、シム中尉が戦死。1月24日、状況は急変する、ソ連側はコルスンを中心とした突出部のドイツ軍を包囲すべく、2個方面軍が攻撃を仕掛ける。この攻撃はドイツ側にとって完全な奇襲となり、28日には大隊が所属する第8軍が完全に包囲される。包囲完了後、2月5日にソ連軍は攻撃を再開、大隊はステブレフで1個工兵中隊と共に包囲されるが、なんとか脱出したものの大隊の損害は甚大であった。2月17日、包囲下のドイツ軍が脱出を開始、ナルブア大隊はブイキングの偵察大隊の一員として先頭に立って攻撃し、包囲網外のドイツ軍とリシアンカで合流、ついに脱出を果たした。だが大隊の損害は甚大であり、脱出できた人員はわずか172名、士官か士官のうち無事だったのがハンド、ルース少尉のみというありさまである。2月25日、ブイキング師団は再編成のためルブリンに拘束され、ここで大隊は師団から離れ祖国エストニアに帰還することになる。3月20日、大隊は首都タリンに到着、バルト駅で祝賀会が行われその後自由広場でパレードを行った。だが彼らの戦争は終わらない、ここで大隊は第 20SS フリュージリア大隊として第 20SS 武装敵団兵師団に編入される。これ以上話を進める前に時間を戻してナルブア大隊が抽出された後のエストニア SS 軍団について述べよう。時は43年、ナルブア大隊が引き抜かれた後、エストニア SS 軍団は解散した第33、36、39警察大隊とオストラント警察大隊から人員を補充。だがそれでも人員が少なかったため、2月24日、ドイツはエストニアで動員を発令。
1919年から24年の間に生まれた人々は労働奉仕もしくは SS 軍団への入隊が義務付けられ、後者の場合没収された土地が返却される。これにより約5000人が入隊し、第1連隊第1大隊と第2連隊が編成される。その後政府以外で勤務していた将校は全て入隊。5月にエストニア SS 義勇旅団が編成される。7月には29歳以下で未婚の将校全員に入隊義務が課され、警察と治安警察から250名の将校と下士官が入隊。10月26日に自治政府が1925年生まれのエストニア共和国国民の直接動員を発表、結果3375人が動員される。旅団としてソ連もクソだがドイツもクソだと思った一部のエストニア人はフィンランドに渡り、フィンランド軍に入隊。特にこの直接動員の後、これが増加し結果として1個連隊を編成できるほどの人員が流出した。なおドイツ政府はエストニア人のフィンランドへの渡航を禁止していたため気まずいことになった模様。まあ、それはさておき、10月22日、旅団は第 3SS エストニア義勇旅団と改名、2個連隊はそれぞれ第42、43連隊と改名、また各種支援部隊には第 53SS の番号が付与される。11月、旅団は中央軍集団の配下に入り、後方地域でパルチザン掃討のためハインリヒ作戦に参加。作戦全体で5452人を処刑したが、そのうち果たして何人がパルチザンだったのだろうか。11月9日、ソ連軍が戦線を突破したため作戦は中止。翌日に旅団は第16軍の配下に入り前線に送られる。11月12日に第42が45、第43が 46SS 連隊に改名。12月、旅団は第123歩兵師団に配属され、前線で従事、12月31日時点で旅団の人員は5099名であった。44年1月14日、ソ連がレニングラードオノゴロド攻勢を発動、結果戦線はエストニア本土まで後退した。24日に旅団は第 20SS エストニア義勇師団に改名、2月7日に師団はネーベル戦線からナルア戦線へ移動され、ついに彼らの本土防衛が始まる。いよいよ本題に入るが、予告通り今回はここまで。終わり、閉廷。